はい、というわけで今回はこちらですね。これはトヨペットコロナですね。4代目の、コロナになります。これは4代目トヨペットコロナは国産車初のミリオンセラーなどの大ヒットをした3代目が車のチェンジして、昭和45年1970年2月にデビューした小型車であると。で、マイナーチェンジ時のキャッチフレーズからブラボーコロナと呼ばれる。デビュー当初のボディはフォードバスタンとファイブドアバンのみ。トヨタデザイン陣の総力を集結したとエクストレアは、三角までとなるサイドモールを配した当時の最新トレンドが取り入れられていたほか、サンダーウェーブと名付けられたリアウォーター部分に走る稲妻のようなラインも特徴的だったんですね。で、当時はスチール製が一般的だったフロントグリルは、彫りの深い ABS 防腐剤となり、テールランプは細長いデザインとしてスポーティーな雰囲気を演出していると。で、インテリアは室内長も20センチ、室内幅を10センチ最大、シートサイズも最大するともに、スライド量を160メートルに伸ばして、ロング調節を可能としたと。で、シート素材はトヨタとしては初めてのミンクタッチのニットファブリングを採用。全世界にセパレート、全席にセパレートベンチシートが採用され、それぞれフラワーシフトとクラムシフトの組み合わせであると。で、操作系はライトスイッチでメーターの照明をコントロールできるようにしたほか、軽量機の両側にスイッチ類とシガーライターをレイアウトして操作性を向上させていたと。で、安全性については衝突時の乗車保護のためインパネ周りをソフトパッドとしたほか、前席ヘッドレストインデレクト3点式シートベルトやダッチ式インターミラーを全車に標準設備し、一部グレードには衝突追求ステアリング、ディスクブレーキ、膨張式インターミラーなども採用されていた。デザインや設備仕様は変わったが、まあ、基本コンビネーションはほぼ全体で高していたとするため、4代目コロナの注目度はいちまち高まらず、同年に発売されたとして初代トヨタカリーナより少ない販売台数と、なってしまったということですね。で、これがまあ当時安かったんですが、まあ、一番安い、ものとしまして、なんと驚きなんですけども、1500というね、まあ、分かりやすいものがあって52万2000円で買えたんですね。で、52万2000円で買えた一番高めでも、当時としては、これなのかな、1900SL 2ドアの子ですね。2ドアってのが当時あった86万9000円で買うことができた。まあこれですね、86万9000円でこれ買うことができたということですよ。まあ非常に今からねするとちょっと考えられないかもしれないけど、すごい安い値段で買えたんです。まあ、つっても当時のね、今のお金の価値と、この昭和の頃の、この昭和40年代頃のお金の価値とは、だいぶこう違いますから、まあ、昔の方が、まあ、それでも若干ちょっと高かったんではないかなと思いますけども、まあ、それでもまあ、そういう今の価値からすると安い、ボロで買えたんですね。で、これ、車両型式が RT80、RT82、RT90、RT94、他にもあったということですね。で、販売期間が昭和45年の2月から昭和48年の8月までで、生産台数がすごく多かったね、昔はね。38万6784台を売り上げていたということです。まあ、当時のこの70年代の車ってのは、いかにもなんかこう、カクカクとしていてね、いかにも車っていう感じの、もう、カクカクとしたデザインでしたね。で、そういう中で、その、当時の CM としてはね、すごいこと言ってましたわね。太めのおばさんがって言ってましたわね。今そんなことを言い出したらね、大変怒られてしまいますけども、当時は太めのおばさんがっていうことになって、はっきり言ってしまいました。で、それでも、そういうことをはっきり言ったにもかかわらず、まあ、売れたというね、車でございましたね。今そんなことを言い出したら、なんてこと言うんだってね、すごい怒られてしまうなと。当時はですね、まあギリギリ許されていたんですね。まあ当時はギリギリ許されていましても、あれから40年ですよ、今言ってしまったらまずいですよみたいなねところがありましたけど、まあ当時はそれでもまあなんとか大瓶にということで、大瓶に住んでた時があったんです。今は大瓶には住みませんみたいな、まあそんな時代になってしまいましたね。まあこれも時代というものがあります。で、まあね、こういう風にね、シュッとしたね、デザインでね、これがやっぱ好きでしたね、このシュッとしたこう、デザインで、で、こういう風にね、なっていてね。
で、こういう風な内装もこういう感じでね。ダッシュボードもそれなりにこう近い感じで似てる、作ってるんですね。こういう風な感じで。で、こう、言われますと、これは、日本製です。日本製って言っても、このね、復刻版の方が出て、その復刻版の方の日本製。まあ、つったって復刻版つったって日本製は日本製ですからね。高いと思いますよ。これよく日本製で作ったなと、復刻版でもよく日本製で作ったなと思うんですけど、本当に日本製でこう作っておりまして、そういったところがね、非常に素晴らしかったなと思います、車の一台でございましたね。というわけで、どうもありがとうございました。